ホード・フリックフォード・クリストファー・フリックは MLB の3代目コミッショナー、野球記者として名声を得た後に MLB のナショナルリーグ会長を歴任した後、ハッピー・チャンドラーの後任としてコミッショナーに就任した。1970年にアメリカ野球殿堂入り、1978年からメジャーリーグの報道、放送方面で功績のあった人物を称える、フォード・C・フリック賞が創設されている。ロジャー・マリスは、ニューヨークヤンキース時代の1961年に、当時の大リーグ年間最多本塁打の61本を放つ。それまで、年間最多本塁打の記録を持っていたのは、ベーブ・ルースだった。しかし、当時のニューヨークのメディアは、マリスが、ルースの記録を破るのを快く思っていなかった。コミッショナーのフリックもその一人だった。彼は野球記者時代にベーブ・ルース付きとして親しくしていた。1961年は MLB の球団数が8球団から10球団に、年間試合が154試合から162試合に増加した年であった。フリックはこの記録達成を快く思っておらず、シーズン途中でルースは154試合制の下で打ったので、マリスも実際は162試合ではあるが、154試合目までに上回らなかったら、以後これを打っても新記録として認めないとの声明を発表した。これに対して評論家、記者、ファンたちが反発して、連日議論が盛り上がり、大変な騒ぎとなった。問題の154試合が来たが、マリスは154試合目で59号に到達。ルースの60本塁打を超えることができなかった。マリスは158試合目で60号、そして162試合目で61号本塁打を放った。アメリカンリーグ会長のジョー・クローニーは、誰が何と言っても、新記録と認めざるを得ないと強気だった。頑固なフリックもついに折れ、154試合制では、ルースの60本、162試合制では、マリスの61本と併記する2本立ての記録を認めた。そして、公式記録にアスタリスクをつけるように指示したのであった。このため、マリスの記録は長らくアスタリスク扱いを受けたが、1991年、当時コミッショナーだったフェイ・ヴィンセントが、記録は統一されるべきものである。マリスは誰よりも本塁打を打ったとの見解を出して、アスタリスクを外し、名誉回復された。ありがとうございます。